リミリンも早く入りなよ。本当に今日は一段と暑い感じだね。夕方になってもこの暑さだもん。リミちゃんも一緒なんだ。どうもこんにちは。あって、ユキの先輩とマヨさんもいるんですか？あ、本当だ、ユキの先輩とマヨさんだ。こんにちは。さあこちらにどうぞ。ここならクーラーの風が来ますよ。ありがとうございます。はあ、喉乾いちゃったな。リミリンは何飲む？私はレモンティー。私は牛込さん、まずは座ったら？はい、ありがとうございます。富山さんは相変わらず元気ですね。なんというか、お店の中が急に明るくなった感じがしますね。けどびっくりしましたよ。まさかマヤさんとユキナ先輩がいると思わなかったです。ここに来るのって珍しいですよね。そうでもないと思うけれど、たまに来ることもあるわ。それに今日はちょっとした事情がありまして、港さんと羽沢さんに相談に乗ってもらってたところなんですよ。え、マヤさん何か困ってるんですか？もし困ってたら言ってください。私たちも力になりますよね、リミリン。うん。お、それはありがたいです。相談というのは実はこれのことなんですけど。ん？ CD？ とりあえずこの曲を聴いてみてください。お話はそれから。というわけなんです。なるほど、マヤさんが言うだけあって本当にいい曲ですね。ただ残念ですけど初めて聴く曲でした。リミリンはどう？知ってる曲だった？私も初めて聴く曲だったよ。すみません、力になれなくて。いえいえ、とんでもないですよ。今、改めて聞いてみたら、さっきユキナ先輩とマヤ先輩が言っていたことがよくわかりました。途中の転調で曲の空気感が変わるっていうこと、本当に納得って感じです。あそこはその前に入るシンバルが何かの幕開けの合図になってるって感じがしましたよね。そっか、幕開けの合図か。確かにそういう言葉もあるよね。私もそういう言葉がすぐに出てきたらいいんだけどな。いやいや、音楽というのは人それぞれ感じ方は自由ですから、何が正しいとか何が間違っているとかそういうものではないですよ。だけどそういう言葉が出てくるのはすごいことですよ。同じ曲を聴いてもよりたくさんのことを感じ取れるのはとっても羨ましいです。それに私もそういうことが言えるようになれば、ランちゃんの相談にもっと乗れるような気がします。申し訳ないけれど、そろそろ練習の時間になるわ。私はこの辺で失礼させてもらうわね。ああ、そうでしたね、つい時間を忘れてしまいました。とてもいい曲に出会わせてもらったわ。何かの手がかりが見つかるといいわね。はい、本当にありがとうございました。時間には間に合ったわね。あ、ゆきなちゃん、いらっしゃいませ。外は暑かったでしょう。さ、入って入って。もうみんな入ってるよ、 B スタジオね。今日から B スタジオに新しい機材入れてみたから楽しみにしててね。あ、マリナさん、今の歌は